田淵博明は、税理士、経営者、日本のユーチューバーである。辰戸市、大石座、大阪府豊中市出身。大阪府立豊中高等学校を卒業後、関西学院大学経済学部へ入学し、卒業。大学を卒業後、2000年に中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験採集後科目を合格。 2002年に世界4大会計事務所の新日本、アーンストヤング・ゼイリシ法人に入所し、国際税務に従事。2005年6月に、広総合会計事務所を創業する。TV 番組、情熱大陸やプロフェッショナル、仕事の流儀で取り上げられた、大阪の有名レストラン、はじめや、兵庫県芦屋のハムの名店である、メツゲライクスダが顧客であることを公開している。 2017年10月に最初の動画を公開し、1年後の2018年12月にチャンネル登録1万人を達成。その後2021年6月時点でチャンネル登録者数は22万人を超えている。週に2本の動画投稿を基本とし、追加で時事ネタが随時アップされている。専門用語を使わず、平易な言葉で税務やビジネスを解説するスタイルと、 その美声で人気を博している。現在は税理士としてではなく、ユーチューバーとして、講演活動をすることも増えている。有感富士で取り上げられた際には、中高年ユーチューバーとして取り上げられている。また、税理士ユーチューバー広、税理士として2019年4月9日に、商標登録されている。筋トレとキックボクシングを趣味としている。中学、高校時代は、 陸上競技に取り組んでおり、中学2年生の時に 100M11 秒9の記録で走り、豊中市の大会で数度優勝している。しかし、高校2年生の時の肉離れが原因で引退した。ありがとうございます。